岸田総理大臣は北朝鮮が昨日夜遅く日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発を発射したことについて断じて容認できないと非難しました。岸田総理は今朝報道陣の取材に応じ、北朝鮮は高い頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返している。これは我が国のみならず地域そして国際社会の平和と安定を脅かすものであり、断じて容認することはできないと述べました。そして一連の国連安保理決議にも違反すると非難し、北朝鮮側に抗議したことを明らかにしました。さらにアメリカや韓国と連携して平和と安定を守り、国民の命を守るために努力を続けると強調しました。北朝鮮は昨日午後11時54分ごろと午後11時59分ごろの2回にわたり短距離弾道ミサイルを日本海に向けて発射しています。